さてじゃあ、お着物を。着物選ばない。さあ。では、ヘアとメイクをしていただく黒田圭三さんに。よろしくお願いします。どうしましょうかね。まあこんな感じでお家から持ってきましたけれども、どれ新曲にしますかねって感じですね。年賀とかね。どれからいきますか。最初これが最後じゃない？白バッグ。はい。白バッグ。どれかな、やっぱこれですかね。これですかね。ねえ、かわいい、お正月らしいです。ねえ、なんかお正月らしいし、めでたいですね、これはね。え、クロちゃんはどこら辺から。でもそちらから行かれるんですよね。はい、これ行って、これ行って、ね、これ、ね、はい、今日はどんな部屋でしょう ね。もう魔法使いですからね。ヒントいっぱいくださるので感謝しております。今日も石川さゆりの YouTube をご覧くださってありがとうございます。随分こうスタートした時と気配が変わってきましたでしょ。お家でライブ、お家で歌っておるところからスタートして、音楽仲間とスタジオに入って、リハーサルをしたりで、今日は皆さんに初めてご覧いただくと思います。私の撮影風景を、ちょっとカメラの方に入っていただきました。よいしょ、じゃあ行きましょう。こんにちは。カメラの渡辺達夫さんです。こんにちは。では行きます。よいしょ、成功。
ちょっと短く感じませんか？短く感じない？ちょっとだけ短く感じ。はいはいはい、よっしゃ、はい、よっしゃ。ちょっと待って、体感悪いな。手が切れちゃったんだ。これがサイド、いや、サイド、せーの、広がって、よっしゃ、もう一つ、せーの、よっしゃ、オッケー。これで終わりって言ったら終わる。いい加減にしろ。撮影は年賀状とそれから新しい歌、来年早々に出る新曲、それからもう一つは、またファンの皆様にもご覧いただくバースデーカードとかそういう撮影とか、いろんなそういう来年の初めの、撮影をやっております。ほーって楽しんでいただけたらと思います。私の撮影をしてくださってるあの渡辺達夫さんとかヘアメイクの黒田さんとか、もう皆さんのお顔も映っていると思います。そしてじゃーん、そうやって、一つずつ前進しながらアコースティックライブです。まあ、あのまだまだ密になってはいけませんよということなので、まあ、今年そう言いながらも、お家でライブやりながらアコースティックを音楽仲間と作って、あ、こういう歌の伝え方もあるんだなっていうのをなんだか、発見したような気がするんです。それで11月の23日、浅草公会堂で、アコースティックライブをやります。ちょっと面白いですよ。あ、こんな感じでこの歌を歌うんだっていう、まあ、なんていうのかな、アコースティックな形でいろんな歌を歌ってみたいと思います。もちろん私 の, あの皆さんおなじみの歌もあるし、ああいい歌だね、この歌アルバムの中の歌かなとか、もしかしたら10代の頃に歌ってた歌からもねっていう、そんな歌も歌ってみたいなと思っております。どうぞ。11月の23日、勤労感謝の日です。浅草公会堂みんな集合っていう感じでぜひお越しください。お待ちしております。今日は私の、来年の年明けからの、撮影の様子をご覧いただきました。そしてじゃんじゃんコマーシャルでした。